マイネル・スケルツィ。マイネル・スケルツィは、日本中央競馬会に登録されていた、競争馬。2006年のニュージーランドトロフィー、2007年の京都金杯に勝利した。馬名の由来は、冠名、マイネルにイタリア語で、仕掛け、効果を表す、スケルツィ。ラフィアン・ターフマンクラブにて、総額2200万円、22万100口で、一口場所が募集された。 デビューは2005年10月の東京競馬場、芝1800メートルの2歳新馬戦。柴田義富騎乗で、単勝一番人気に支持されたが、アグネスデジタルの判定であるジャリスコライトの前に2着に、敗れる。外傷による、小球士を経て11月、東京競馬場の2歳未勝利戦、芝1800メートルでも一番人気に支持され、ハイペースで逃げて、 レコードタイムの決着を演出したものの、ゴール寸前で待ち金源氏に捕まり花さの2着に、敗れる。3戦目となった12月の中山競馬場の2歳、未勝利戦、芝2000メートルで、単勝オッズ1.1倍という断然の指示に応えて、初勝利を挙げる。初の重賞挑戦となった、ラジオ短波杯2歳ステークスでは、関東から関西への輸送の際に大渋滞に、 巻き込まれて大幅に時間がかかり、桜目がアンナーの9着と大敗した。3歳初戦は、木更木賞に、愛知の安倍幸男で出走。先行作から、直線しぶとく粘り、ドリームパスポート、名称サムソンに次ぐ3着と検討した。続く、自己条件の大倍賞、芝1600メートルでは1.5倍の指示に応えて、圧勝。3度目の重賞挑戦となった。 ニュージーランドトロフィーでは、ファイングレインやロジックらを抑えて優勝し、重賞初勝利を成し遂げた。春の大目標であった NHK マイルカップでは、フサイチリシャールに次ぐ2番人気に支持されたものの、スタートでの出負けもあって、直線失速し10着に敗れた。レース後は、北海道、ビッグネットファームへ移動。秋に備えることになった。秋初戦は、京成杯オータムハンディキャップ。 ステキシンスケくんを最後まで捉えきれず、最後はカンファーベストに刺され3着に終わった。続く、富士ステークスは13着に惨敗。しかし、評価を落とし、16番人気で臨んだ、マイルチャンピオンシップでは、大和メジャーをマークするような位置取りから最後まで粘りと、押し、4着と検討した。続く、第1回阪神カップでも、竹豊を背に3着に入選し、 マイルチャンピオンシップの構造がフロックでないことを示した。明けて4歳初戦は京都金牌。7番人気と低評価だったが、高スタートからマイペースの逃げに持ち込み、栄振動ー以下を振り切って優勝。重賞2勝目を挙げる。北海道への短期放牧を挟んで臨んだ高松の宮記念では4番人気に支持されるも中段から伸びをかき6着に敗れた。 続く読売マイラーズカップでは、大逃げした混合力士王の2番手追走から、直線粘り込み3着。KO 杯スプリングカップでは、直線先頭から、ゴール寸前で栄心道バーラに刺されて4着と、勝ちきれないものの堅実なレースが続いた。安田記念では、後一追走も、直線失速して10着に敗れ、春シーズンを終了する。 秋初戦に予定していた、京成杯オータムハンディキャップは、馬インフルエンザによる、移動制限の影響から気球できず出走を断念。スプリンターズステークスを目標に切り替えたものの、除外され、結局同日に行われた、ポートアイランドステークスで復帰することになる。レースでは、直線一旦は先頭に立ったものの、スーパーホーネットの強襲肉し三着に敗れる。続く、 スワンステークスでは落鉄の影響もあってか9着。キャピタルステークスでは、金車差の奇跡の3着となる。ここでガート矛先を向け、初ガートと,となる、ギャラクシーステークスに出走。レースでは、直線内から抜け出し、スリープレスナイトの追撃を振り切って優勝した。レース後は、フェブラリーステークスを目指すことが発表され、ビッグレッドファームホコダへ、短期放牧に出された。 2008年初戦は、ネギシステークス。雪の影響で1日順延されての開催となった。ギャラクシーステークスが評価され2番人気に支持されたものの、大幅馬体像の影響もあってかワイルドワンダーの吸着、破れる。賞金不足から、フェブラリーステークスの出走を断念して、望んだズバルステークスでは、先行作から早めに抜け出すも及ばず3着に破れる。 シンガポールのクリスフライヤー国際スプリントに登録し、臨んだ千葉ステークスであったが、ハイペースの逃げが響いて、直線失速。一番人気を大きく裏切る十五着と大敗する。北海道への放牧を挟んで、芝路線に戻して臨んだ、函館スプリントステークスでは九着。その後関屋記念を目指して、日本に帰球したが、足元への不安が出て回避し、再び、 ビッグレッドファームでの休養に入った。2009年は2月14日のバレンタインステークスで復帰。ややかかり気味に運び、直線一旦は先頭に立つものの、ゴール寸前で、東証カレッジに差し切られ4着に敗れた。続く、東風ステークスでは1番人気に押されたが、3着に終わった。その後、4月5日のダービー協チャレンジトロフィーに2番人気で、 出走したが、6着に敗れた。続く5月3日の谷川武史ステークスでは2番手から競馬を進めたが、直線で伸びあぐねて4着に終わった。その後、8月9日の関谷記念では13番人気と低評価だったが、スマイルジャックの3着と、高層した。続く9月13日の京成杯、オータムハンディキャップでも3着だった。 続く10月24日の富士ステークスでは逃げを、打つも直線で失速し、ブービーの17着に終わった。2010年は4月3日のコーラルステークスから始動。スタートから花を奪い逃げるも、直線で力尽きて14着と大敗した。続く5月2日の谷川武史ステークスでは逃げ粘り3着と、構想した。5月22日のテレビ、愛知オープンでは、公一一走も、 直線で伸びきれず4着だった。続く7月4日のヨナゴステークスでも前走同様の競馬で人気通りの6着に敗れた。しばらく休養後、11月28日のキャピタルステークスでは3番手から競馬を進めたが、直線で失速し15着、2010、ファイナルステークスでは10着に終わった。2011年は落葉ステークスから始動、2番手追走も、 直線で力付き12着、六甲ステークスでは8着、谷川武志ステークスでは14着、メインステークスでは16着と惨敗続きだった。5月25日に競争馬登録を抹消され、札幌競馬場で乗馬になることが発表された。2011年中に誘導馬としてデビューしている。判定に2009年ニュージーランドトロフィー2着のティアップゴールドを、父、 黒船がいる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。